10月5日木曜日、今週の花だより。今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里シャンルフレールからお届けします。はい、それではですね、早速今週の入荷情報からお伝えしようと思います。あと、その前に、先週はですね、なんと岡山からですね、鹿児島の方に旅行に来てくださったご夫婦が、ここにどうしても寄りたかったんですって言って寄ってくださったんですよ。なんか本当に嬉しいですよね。見てますか？一緒にですね、記念撮影もさせていただきました。はい、ちょうどその日はですね、なぜですかね、私、午前中植え込みが入ってたのかなと言い訳をしてみますけど、すっぴんでですね、いや、こんな姿で大丈夫ですかって言いながら写真を撮ったんですけど、残念な写真になってなければいいのですが。はい、また見てくださってると嬉しいです。はい、というところで、今週の入荷情報。はい、今10月ですね。はい、クリスマスはまだまだなんですけど、コニファーがですね、いろんな品種が入荷し始めました。コニファーってですね、まあ、年中楽しめるんですけど、クリスマス前がですね、一番品種も入荷するんですよ。王道のゴールドクレストって黄緑の綺麗なコニファーとかもあるんですけど、それに比べてですね、若干その日差しが弱くても大丈夫だったりとか、ゴールドクレストって結構ですね、後ろが壁面が近いとちょっと傷みやすいんですよ。そういうのに比べたら、こういう火葉系とかですね、持ちがいいので、あとシルバーブルーっていうこの色合いも私大好きで、ブルー系のコニファーよく仕入れるんですけど、この辺がですね、綺麗なのが入荷し始めました。なんかこういうのが来ると、こう秋冬に向けて今からだっていう感じがして楽しいですよね。これのブルーベリーのインディゴブルー、どっちかというとですね、観賞用のブルーベリーといった方がいいですかね。ちっちゃい実はなるんですけど、このリーフをですね、楽しめるんですよ。庭に植えて、寒さにも暑さにも強くて、このリーフでも楽しめて、時期になると実も楽しめるというブルーベリーのインディゴブルー。この辺もですね、寄せ植えでもいいし、もうお庭にそのまま植えるカラーリーフ代わりに使っても素敵な植物だと思います。ブルーベリーのインディゴブルーが入荷してますね。秋といったら、ヒメヒマワリと言われてるから、秋というよりも夏の延長ですかね。ゴールデンピラミッドってまだつぼみなので、花がちょっと見れないんですけど、花はですね、ちっちゃいヒマワリみたいな感じです。はい。ラベルがゴールデンピラミッド。こんな感じでついてますけど、はい。で、これがですね、毎年宿根草で咲いてくれて、暑さ寒さ強くて、よく咲いてくれるんですよ。で、このつぼみがとっても楽しみですよね、今から。夏のひまわりも可愛いですけど、秋に向けてですね、こう黄昏時の黄色いお花ってとっても綺麗なので、私も大好きですね。庭に植えても毎年その時期になったら咲いてくれるお利口さんなゴールデンピラミッドの綺麗な株が入荷してます。はい。で、その次にですね、こちら行きましょうか。オステオスペルマムのキャラメルキスとジャズ。八ヶ岳のですね、ゲブラ長豊さんっていう人気のお花を育てる生産者さんいらっしゃるんですけど、そこのですね、オステオスペルマムです。はい。で、オステオもですね、多年草で毎年なので、庭に植えてもいいし、寄せ植えとかに使ってもいいし、咲いてくるとですね、色が、咲き進むと色がどんどん変化してくるんですよ。ちょっとこれだと、まだ咲き始めなので黄色みが強いんですけど、こんな感じでですね、ジャズは赤紫っぽく、なんで、ちょっと渋い茶っぽい赤って言えばいいのかしら。で、こっちはですね、本当にキャラメル色ですね。に変化してくるので、とっても可愛い。今から秋に向けてですね、色の変化も楽しめていける強健な種類なので、寄せ植えにも花壇にもどちらにもいいです。多年草で毎年ですね。それとですね、やっぱり秋からクリスマスに向けてっていうとですね、見物がとっても可愛い季節になります。で、秋はですね、少し前にクランベリーご紹介したかと思うんですけど、やっぱりですね、クリスマスに向けてはチェッカーベリーですね。この真っ赤っかの実とツヤツヤした葉っぱがですね、もうこれだけ、そのコニファーとこれだけ飾っても本当に可愛いですよ。これだけ植えても可愛くないですか？とってももうこれだけで、なんかもう玄関先はこれで OK みたいな感じですよね。チェッカーベリーとコニファーの組み合わせ、私も大好きなんですけど、これお花の時期じゃないとなかなかわかりにくいんですけど、ヘミジギアって言ってですね、多年草なんですね。で、この斑入りの葉っぱがカラーリーフだけでも楽しめるんですけど、この後ですね、なんとピンクのサルビアのような花が咲いてくれるんですよ。で、それがですね、この色合いととってもコントラストが可愛くて大人気のお花なんですけど、これは多年草ですが、ちょっと霜よけは必要ですね。本当はピンクの花が出てから出荷が本当なんですけど、あまりにもですね、人気すぎて、ちょっと今年の秋はですね、やっぱ暑さとかいろいろで生産量が少なくてですね、ピンクの穂が出てからだともう間に合わないかもということで、早めにちょっとお取り寄せしました。今からピンクの可愛いお花も咲いてくれるので、とっても可愛いヘミジギアですね。観葉大銀龍。大銀龍って言ってですね、これが寒くなるとこのピンクの葉っぱがですね、もっとものすごいピンクになるんですよ。
寒さ、霜はダメなんですけど、お部屋の中で窓越しの日の当たるところか、最低温度が10度割らないぐらいまではですね、外に出してても構わないです。外の半陰にですね、大銀流、はい、って言って、この葉っぱを、カラーを楽しめる、とても育てやすい植物ですね、観葉植物です。久々の入荷ですね。あとはですね、前回こちら、アローカシアのポリー、ご紹介したかと思うんですけど、やっぱすぐ売り切れてですね、ちょっとお問い合わせもいただいてたので再入荷ですね。アローカシアのポリーっていう綺麗なのが入荷してます。で、あと、チェッカーベリー。チェッカーベリーはですね、さっき大きな鉢植えだったんですけど、こっちポットの方も入荷してますね。よいしょ、ポット苗も。でもポット苗って言ってるもんですね。ほら、結構大きい。実がもりもりついてるチェッカーベリーですね。どっちのサイズも。はい、綺麗ですけど、どちらでもお好きな方ですね。ちょっともりっとしたのがいいか、寄せ植えとかにいいか。どちらかですね。いろんなサイズが入荷してます。次にですね、ラベンダーのセンティビア。これですね、どっか2週ぐらい前に入ったのはちょっと輸送痛みが出てたんですよね。なんですけど、10月に入ってやっとですね、大丈夫な感じになってきました。もうこの香りがですね、なんとも言えない。もうラベンダーってですね、もう夏のお花、夏、初夏のお花、言われてますけども、今の時期もですね、このセンティビアは2期咲きなので、今の季節も綺麗に咲いてくれます。もう、この癒しの香りでですね、この花をですね、収穫して、ポプリとかにしてですね、枕元とかに置いとくと安眠効果もあるって言われてますので、頭痛を和らげたりとかですね、安眠効果が上がるって言われている植物なので、で、ラベンダーはもちろんですね、寒さは全然大丈夫です。どっちかっていうともう夏の暑さと加湿が嫌いなので、今までの時期はしにくかったけど、もう今からですね、もう来年初夏までは、もうもりもりと育ってくれる植物なので、おすすめですね。ラベンダーのセンティビアが入荷してます。秋冬の寄せ植えって言ったらもうカルーナでしょ。で、カルーナはですね、やっぱもうちょっと涼しくなってからが本番なんですけど、ちょっとですね、寄せ植えをいろいろ作り始めるのに、もうそろそろ欲しいなと思って、ちょっと先に少しだけお取り寄せしました。カルーナですね、これはカラーリーフも楽しめて、もちろんお花も楽しめる。寒さにも強くて庭に植えても大丈夫なので、お利口さんですね。もう霜が降っても雪が降っても大丈夫なので、お外で大丈夫ですよ。カルーナの、はい、ガーデンガールズの綺麗な花付きが入荷してますね。アグラオネマのリーンサイナム。はい、この赤い斑入りの葉っぱがとっても綺麗なやつがですね、少し前にもご紹介したんですけど、やっぱりもう品切れててですね、また次の新しい綺麗なのが入荷してます。この辺はですね、お部屋の明るいところに置いて、寒さは嫌いなので、お部屋の冬は暖かいところですね、に置いていただければ、年中この綺麗な葉っぱが楽しめるという、お利口さんのアグラオネマのリーンサイナムですね。はい、で次にこちらの方が、カラテアのインシグニスですね。これは切り花とかで葉っぱも使えますし、渋いこの赤紫の葉裏ですね。これもとっても綺麗です。はい。で、これはですね、夜になると、シャンって葉っぱがこう寝る、立ち上がって寝るんですよね。どうしたどうしたってこう、葉っぱの動きの変化も楽しめて、なんかこう、生きてるなーって感じが、こう、生命力を感じるというかですね。はい。カラテアのインシグニス。また綺麗な、綺麗なちっちゃい株。はい。が入荷してますね。はい。で、こちらはですね、角田ナーセリーさんっていうメーカーさんが出している切り花畑っていうシリーズで、切り花にもなって、もちろん、お庭の風景としても使える植物の苗がですね、入ってますね。これはまだ株がちっちゃいですけど、今からこれを植えて、もりもり茂って、春からのお花。ちょっと長いですけど、もう今から植えてですね、置いとくと株がすごく茂って、花付きも良くなります。これがですね、結構花が咲く頃にもスカビオサとかですね、デルフィニウムとか出てくるんですけど、やっぱり今から植えて株を太らせとかないと、花の数がたくさん上がらないので、そろそろですね、はい、植え始めの時期ですね。スイートピーとかも今から植えとくと、ツルが綺麗に伸びて、春先から綺麗に咲いてくれますね。はい、スイートピーとこちらがスカビオサ。あと下の方がニゲラですね。風に揺れる姿がとっても可愛いニゲラって私も大好きなので、色がですね、いろいろあるので、これは色分けがしてある苗なので、とても風景も選びやすいですね。はい、で、こちらもデルフィニウムも、はい、色分けの苗が初回、もう入り始めですね。今季初の入荷ですね。はい、この辺も今から庭に忍ばせておくと、春がとっても可愛い苗になります。観葉植物ってですね、結構生産者さんが、夏の間に出してしまうのが多いので、もうそろそろですね、この辺は関東とかで作ってる方の方が多いので、出荷が大体止まってくるぐらいの時期ですね。今は観葉ブームなので、割と遅くまで出荷もあるんですけど、今度は寒くなるとですね、トラック便とかの輸送が難しくなってくるので、鹿児島とかだともう今月いっぱいぐらいまでですかね、入荷が。種類もだんだん減ってくるので、観葉植物こんなのが欲しかったのっていう方はですね、早めにゲットしてください。久しぶりにですね、シンゴジウムのフレンチマーブルっていう、この斑入りがとっても綺麗な
これ昔からある品種なんですけど、意外とですね、生産者さんが少なくて、最近またですね、やっとちょっとモンステラだったりいろんな植物、フイが大人気なので、この辺もちょっと復活してきたかなっていう感じですね。シンゴジウムのフレンチマーブル、ずっと入荷がなかったのが久々の入荷ですね。綺麗な五寸鉢が入荷してます。はい、で次にですね、マドカズラ。この、なんだ、穴開き模様、なんか虫に食われちゃったみたい、食われちゃっただって、なんて、食べられちゃったと言いたかったですよ。はい、この穴開き模様がですね、とっても可愛いマドカズラ。もうネーミングが抜群ですよね。マドカズラって本当にこう、窓が開いてるみたいな。はい、面白い葉っぱがですね、ちょっと半つるみたいな感じになるので、こう置いてる鉢でもいいし、釣り鉢とかでも綺麗に育てられますね。マドカズラのちょっと結構なんかこう、つるがガンガン伸びてる、はい、サイズが入荷してます。次に、はい、ミニバラ。ミニバラもですね、まだちょっと暑さがどうかなっていう感じなんですけど、佐藤園芸さんの綺麗なバラが出荷されてたので、ちょっと撮ってみました。この辺はですね、四季咲きのバラで、まあ、もちろんバラって秋が本番でですね、もうちょっとしてから咲くのが本当なんですけど、まあ、この辺のミニバラはですね、環境さえ良ければ一年中咲いてくれる植物なので、これがオレンジルシンダと、こちらが私も大好きなタマラちゃんですね。ただですね、やっぱり暑い時期なので、春に比べるとやや花がちっちゃいかなと。ただですね、今から寒くなってくると色の発色も良くなりますし、もう今からだとですね、ずっと霜が降りるくらいまで次々咲いてくれるので、長く楽しめる四季咲きのバラがですね、いろんな種類が入荷し始めましたね。であとですね、ガーデンマムのジジ。ガーデンマムってですね、ヨーロッパとかではこのマムがですね、結構花持ちも良くて、まあもちろん暑さ寒さにも強くて、花が長く持つっていうね、大人気なんですけど、このジジはですね、本当になんて言うんですかね、ドーム状に綺麗な形で次々咲いてくれるんですね。普通よく切り花とかにも使えるマムは背の高さが出るので、高さがバラバラして咲くんですけど、このジジはですね、本当にビシッとこう綺麗にドーム状に咲いてくれるので、花壇の彩りとかにですね、秋の風景を作るのにはとっても可愛い種類ですね。ガーデンマムのジジの綺麗なのが入荷してます。はい。で、このですね、藤崎翔太さんっていうこの生産者さんは、鹿児島の桜島で栽培をしてらっしゃるんですよ。シクラメンも作ってて、アジサイも作ってて、この辺のマムとかも作ってるんですけど、もう桜島ってですね、鹿児島の方はご存知でしょうけど、火山灰がすごいんですよね。なのでその火山灰の中でこの綺麗なお花を作るっていうのがとっても大変なんですけど、頑張って作ってらっしゃる若い生産者さんですね。応援してあげたいところです。ペチュニア。もう今からの時期、ペチュニアがいろんな種類が出てきて、もう今、ペチュニアって八重咲きとか品種改良がすごい進んでますよね。なんですけど、もう今の時期にですね、もう本当に花壇とかプランターとかでも楽に長く綺麗に持たせるペチュニアって言ったら、やっぱこの一重が丈夫なので、はい、これはですね、うちの契約農家さんの、生駒高原の高橋一生さんですね、が栽培してるペチュニアなので、もう一重の本当にもう王道のシンプルなペチュニアなんですけど、もりもり育てて、まあ、花壇とかプランターとかでですね、華やかに彩るには、とってもいいサイズのペチュニアが入荷してます。次に、下のラインでペペロミアのニパドラ。このですね、ぷくぷくした、なんて言うんですかね、ツヤツヤした、このツヤツヤ感が伝わりますよね、画像でもね。はい。とっても可愛いペペロミアですね。ペペロミアももうですね、寒さにはちょっと弱いので、もう出荷の品種がだんだん減ってはきますけど、この辺はちょっと多肉っぽくてですね、強健な種類なので、今の時期また綺麗なのが入荷してますね。はい。ペペロミアのニパドラ、ちょっと可愛いペペロミアですね。シダのプリカーツムの赤木。このウェーブが、これが自然なウェーブってすごくないですか？ウニウニ模様の。はい。で、これはですね、谷渡りとかと同じ仲間なので、とっても日陰に強いんですね。で、あとこれ湿気にも強いので、例えばまあお風呂場だったりとかお手洗いとかですね、結構日が当たらなくて若干湿気もあるよっていうところでも長く楽しめる、はい、シダ植物なので、とってもおすすめですね。プリカーツムの赤木。綺麗なのが入荷してます。はい。で、次にですね、こっち行こうかな。ラミウムのラミ。これがですね、今からの時期、寄せ植えにもとっても重宝するし、鹿児島の方だとですね、グランドカバー的にわーっと茂らすのにも大丈夫なんですけど、で、季節になったらですね、ピンクの可愛いお花も咲いてくれるので、はい、この綺麗なリーフを楽しみつつ、時期になったらピンクの可愛いお花も咲いてくれるという、強健なですね、丈夫な植物で寄せ植えにもとっても重宝する、ラミウムのラミの綺麗なのが入荷し始めましたね。次にですね、あとはもう今までもご紹介してましたけど、シュウメイギク。もう今からもですね、いろんな品種が入ってくるんですけど、シュウメイギクのシンプルなピンクですね。はい、この辺も宿根で毎年楽しめます。で、あとですね、こちらがアンジェリカのホーリーゴースト。
これはですね、ハーブなんですけど、結構ですね、お庭の風景としても楽しめるので、この葉っぱがもりもり茂って、その後にこういうお花と種ができるので、ちょっと背景、お庭が広い方はですね、後ろの方にちょっと背が高くなって何か存在感のあるものって言った時に、この辺を植えてもちょっと面白いかなと思います。アンジェリカのホーリーゴーストですね。これもあまりしょっちゅう入ってくる商品ではないので、はい、気になる方はぜひチェックしてください。あとはもうダリアは秋、今からいろいろ綺麗ですね。はい、ギャラリーダリアっていうのが入荷してますね、深園さんの。たくさんご注文いただいてて、ラグランジアのクリスタルベール2の苗が入荷してますね、PW さんの。はい、もうラグランジアって言ったらですね、もう今までいろんな品種が、ブライダルベールとかですね、ありますけど、もうどれを植えてもやっぱり皆さん育つとともに株が綺麗になってくるので、楽しみですね。クリスタルベール2は私、今季春は入荷してないですもんね。この苗は、うちは初めて入荷ですね。ご注文いただいてた方は連絡が行きますので、しばらくお待ちください。はい。で次にですね、もう今から寄せ植えにクッションブッシュ、プラティーナっても言われますけど、はい。この辺のシルバーリーフもですね、寄せ植えにはもう欠かせないので、もう今から続々入荷しますけど、綺麗な苗が入荷し始めました。綺麗なクッションブッシュが入荷してます。先週ご紹介しましたけど、微笑みっていう四季咲きのバラがありましたね。それのちょっと大きい株が入荷してますので、ギフトとかにもぴったりですね。はい。綺麗なのが入荷してます。次に、こちらがサルビアのミラージュ。ミラージュはですね、もう本当に宿根サルビアなんですけど、色の発色がですね、本当に綺麗なんですよ。鮮やかな。はい、これが毎年お庭で楽しめると思うとですね、もう植えておくと飽きるほど咲いてくれる。はい、サルビアのミラージュも綺麗なのがまた入荷してます。霞草のジプシーですね、ピンクと白の2色植えが入荷してますね。で、これも花壇でもいいですし、寄せ植えの縁とかに植えても可愛いですし、もうこのままですね、これを可愛い鉢に植えても楽しめる。これが一通りわーっと咲いてくれてですね、ちょっとおかしくなったら緑の葉っぱを残して、ちょっと切り戻してあげればですね、またもう一回さらに咲いてくれるので、とても可愛くて長く楽しめる霞草のジプシーですね、2色植えが入荷してます。はい、で次にですね、寄せ植え。寄せ植えとかにもこれ分割しても使えますね。赤エナのプルプレアとですね、サカテキュプラですね、2種類入荷してますけど。はい、面白い葉っぱもですね。で、あとこちらがヒューケラのメルティングファイヤー。もうこの赤がですね、とっても可愛い。ちょっと小葉系なので、寄せ植えにも使いやすいですね。はい、ヒューケラも綺麗なのが続々と入荷してきますね。はい、この辺はどれも三直瓶ですね。バコバのですね、大輪バコバのコピアですね。先々週かな、カラーリースの方もご紹介しましたけど、こちらは花が大きくてですね、お花を楽しめるバコバですね。大輪のコピアが綺麗なのが入荷してます。はい、最後にですね、もう真っ赤なゼラニウム。本当に綺麗ですよね。ゼラニウムのカリオペの綺麗な株が入荷してます。もうゼラニウムのカリオペですね。これがやっぱり今までいろいろ育てるんですけど、暑さにはこのカリオペが一番丈夫な感じがしますね。なので、吊り鉢にしてもいいし、綺麗な大きな鉢にボンと植えて、玄関先とかに飾ってもいいし、花時期も長いしですね。はい、強い霜雪だけ良ければ、次々咲いてくれる強健なカリオペの綺麗な株が入荷してますね。もう秋のカリオペはもう色の発色ももう断然綺麗なので本当におすすめです。綺麗な赤が三直瓶で入荷してますので気になる方はぜひお早めにお越しください。はい、今週の入荷情報もいかがだったでしょうか。今週もですね、もういろんなお花が入荷し始めてだんだんワクワクする季節がやってきましたよ。皆さんもですね、気になるお花がある方はですね、ぜひ店舗の方にお問い合わせいただければですね、黒猫さんの代引き便とかで発送もいけますので、ぜひお問い合わせください。はい、今週もですね、動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。明日ですね。明日は何の情報でしたかね。明日は展示会の情報でしたね。あ、違う。明日は寄せ植えだ。はい、明日はですね、秋。本番がやってきますので、寄せ植えをですね、少しご紹介しようかと思います。明日もぜひご覧ください。夕方6時アップの予定ですね。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございます。